ボート男という、はい、久々の企画です。今日はサッカーをやります。走るのはどうでしょうね、まあ、体はできてるんで、うん、いけるでしょボールこんな大きいやから。とりあえず中学生相手に。そこはもう上手な子しかいないですか。うん、ああ基本的にはクラブチームやから上手な子が集まるんじゃないかな。マーカーから人がいなくならないようにしてね。出したところ以外です。はい、じゃあ用意スタート。あるよ、はい、いやそこ出した。ボールない時のない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 
あるよあるよ。いいよいいよ。はい、じゃあ今から足で行こう。行きましょう。用意スタート。ないぞないぞ。サイズ的に多分と入るところはちょい入れさせて。初めて見るこんな。ここまでしか入れへん。絶対臭くなるやんな、これ。はい。いや、昨日グローブめっちゃ臭くなる。シーン。はい、出そう。一回やってて、左右見てください。左右。ごめん、マイナス。おお。オッケー、ハルクラスト。神の時間。今球拾いしてたね、しばらく。年ということで。何時間？今1時間ぐらいですか？まだそうやな。うん、ちょうど1時間ぐらいね。1日やったぐらい疲れてるんですけど。森さんのところに行きます。うん、19歳。
違うわ。もうかなりちゃいます。20年。そんなんまだ和弘が違う。いやまだ10年とか違う。そうですよね。うん、多分。19、20歳。僕今40なの。40。40。もう40なんで。だって尾崎がまだ全然現役の時やもん。そりゃそうやな。そうですね。そうですよね。元気っす。全然元気っす。もう こんなんばっかり相手にしてる。まだ動けるんすか。いやーもうなかなか。これ社会人のやつはたまに行ったりしてんの。まあそうですね。でももうもう経験値しかサッカーやってない。貯金でやってるんですね。もう走ったらダメですね。社会人のサッカー思わず怪我する、思わんでかい怪我してるからな、みんな見てたから。そうそうそう、めっちゃ頑張るんだなぁ。おぉ中3軍団、まあ、テスト期間で全然いないんですけど、うん、どない。やっぱりね、キーパー動かへんって言うけど、うん、ちょっとアップでちょっとやられましたね。やれた。40枚です。うまい、うまい。キッカー変わって逆行こうか。読みたかったらいいよ。